ダメダメダメ、大砲。なに、レッツプレイ。今日はみんなで遠足、電車に乗って公園に向かうよ。みんな、おやつ持ってきた？もちろんよ。僕はね、特別なおやつ。バナナでしょ。なんでわかったの？でもスペシャルビッグバナナ。ビッグ。おやつの時間楽しみね。早く駅に行こう。わー、閉まっちゃった。早く駅に行きたいのに。ダメー。なんだ。僕はマナー警察。マナーを守れない子はダメダメダメ。僕なんか悪いことした？これは遮断機。降りてきたら電車が来る合図だよ。遮断機がうまく動かなくなったら大変だよ。だからダメ。渡る前にも左右をしっかり確認してから行くんだ。反対の電車が来るかもだからね。僕逮捕。1回目は厳重注意で許してあげる。でも2回目はダメ。逮捕逮捕逮捕。逮捕されたら遠足でおやつ食べれない。食べられません。なんだって。慎重に行きましょう。駅に着いたよ。引っかかっちゃったの？あれ？僕も引っかかっちゃった。なんでだ？チャージしたお金が足りなかったのかな。僕、駅員さんに聞いてくるよ。電車もうちょっとで来るよ。えい、こうなったら。あ、入っちゃった。ダメ。守れない子はダメダメダメ。僕は駅員さんのところに行きたかっただけだよ。改札は飛び越えちゃいけません。お金が足りなかったらこの機械でチャージできるよ。ここで切符も買えるんだ。駅員さんのところには外からでも行けるから困ったら聞くんだよ。ごめんなさい。切符ってどう買うんだよ。お金を入れて上の絵から行きたい駅の金額を見てタッチするんだ。目的地のコマンタレブー駅はあった。150円だな。切符を入れれば通れた。やったね。ホームに行こう。電車行っちゃったね。次の電車に乗りましょう。来るまでちょっと時間あるね。ねえねえ、つくも新作のお洋服見た？え、見てないわ。これ可愛くない？すっごく可愛い。プリルに似合いそうね。まもなく1番線に電車が到着いたします。黄色い線の内側までお下がりください。あ、電車来る。でしょでしょ。でもつくもにも似合いそう。確かに欲しくなっちゃうわね。ダメ。マナーを守れない子はダメダメダメ。お洋服の話したらダメだった。お洋服の話は大丈夫。でも足元を見て。あ、黄色い線。電車が来るときは黄色い線の内側にいなきゃダメ。電車にぶつかったりホームに落ちちゃったら大変だよ。ごめんなさい。次から気をつけるわ。もし危なくなったら非常停止ボタンを押すんだよ。はい。あれ、もしかしてみんな厳重注意された？次は逮捕？ま、大丈夫だろ。電車の中のマナーは知ってるし。そうね。静かに目的地に向かいましょう。お腹すいたけど電車の中で食べ物はダメなんだよね。早く食べたいから手に持っておこう。スペシャルビッグバナナ。駅に着いた。公園まであと少し。あ、踏切だよ。止まって左右を確認。右、
左。ん？なんだろうこのボタン。非常ボタン？クマリン行くよ。あ、うん。で、やあ、ビッグバナナが。あ、遮断機が降りたよ。あれ危ないじゃない？どうしよう。あ、あのボタン。まだ間に合うぜ。うん、取りに行かなきゃ。みんなで行こう。絶対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 ダメ。間に合った。君たち入ろうとしたね。音が鳴っている踏切には絶対に絶対に入っちゃいけません。電車がやってくるからね。それに遮断機も触っちゃダメでしょ。あ、でもスペシャルビッグバナナが。もし危ないと思ったら非常停止ボタンを押すんだ。小さいものであれば電車がいなくなったら取りに行こう。危ないと思ってボタンを押したの、すごく良かったよ。やった。でも君たちはもしかして逮捕逮捕逮捕。おやつは食べれません。そんな悲しい。もう僕一人になっちゃった。みんな僕が逮捕されないようにグッドボタンで応援して。よし、とりあえず踏切渡ろう。遮断機には触らない。左右を確認して渡る。うん、大丈夫。もうあっという間に公園に着いちゃった。みんなで食べたかったな、ビッグバナナ。いいな、くもりん、おやつ食べれてる。次からはマナー守りましょう。非常停止ボタンもどこにあるか見つけとくのも大事だよね。お、反省してくれたかい。ごめんなさい。そっか、そしたら解放してくれるの。次からは気をつけてね。へいへい、カマリン。みんな来れたんだね。早速おやつ食べましょう。うん、みんなで食べよう、スペシャルビッグバナナ。そうだ、ビッグバナナ。電車の中で匂いの強い食べ物は食べちゃダメ。サウサンキッズ TV、 みんなコマンタレボー。今日は学校のみんなと一緒に遠足だい。ワクワク。目的地のコマンタレブー駅まで電車で移動しましょう。楽しみ。迷惑になります。僕捕まっちゃうの。ま、1回目は厳重注意で許してあげるけど、2回目はダメ。みんなもくれぐれも気をつけるように。はい。おいおい、急になんだ。みんなそういうことだから目的地まで気をつけるんだよ。え、クモリンが最初に注意されてたじゃん。楽しくなってついに。まだつかないかな。なんだかお腹が空いちまったぜ。ちょいと腹ごしらえでもするか。あー、ノイズずるい。ちゃんとついてからじゃないと。おやつならいいだろう。あと腹減ってたら遠足はできないってな。それもそうだよね。 BB まで。僕もって思ったけど、電車乗る前に食べちゃってた。それは早すぎ。それじゃあおやつのバナナいただきます。うん、二人ともずるい。うまく、こらこらこら。
匂いの強い食べ物は食べちゃダメ。そうなの？電車の中で匂いがこもってお客様が困ってしまいます。君たちも厳重注意。ヒーヒー、気をつけます。頼みますよ。まだまだつかないかな。まだもうちょっと先ね。つくも汗かいてるけど大丈夫？電車の中だから暖房がよく効いてるみたいね。確かこの中にハンカチが。そうだ、ここ空いてるし席で荷物広げちゃおうよ。そうね。荷物のどこかにハンカチが。これでもないわ。これも違う。これも、これも違うわ。お嬢さん、ハンカチをどうぞ。ありがとうございます、鉄車掌さん。ということで、はい、ダメ。どうしたの？座席に荷物を広げたらダメ。他のお客様が座れなくなくなります。はい、二人とも厳重注意。はい、気をつけるわ。このままちゃんと目的地に無事つけるかしら。次注意されたら捕まっちゃうんだよね。遠足みんなで行けなくなっちゃう。だいたいお前らがしっかりしてねえからいけねえんだ。それはノイズだって。ノイズだって注意されたでしょ。そうよ、みんなばっかり悪いみたいに言って。あ、みんな重いわ。ひっ、やってられねえぜ。俺様は一人で遠足に行く。あ、ちょっと待ちなさい。みんなで行くんでしょ。うるせえやーい。ノイズ、逃げないの。待って、みんな静かにしないと。また、もうお前らとはやってられねえぜ。あのみんな、なんだ。ない。あの車掌さんが。チェチェ、うん、ぬぬぬぬ、ダメって言われてたでしょ。行く。それだけじゃありません。何？電車の中では走り回るのはダメ。お客様の迷惑になります。ということは君たちは2回目のマナー違反なので、この檻の中で反省してもらいます。みんな出してちょうだい。遠足行きたい。ちっちゃー、僕も捕まって遠足に行けなくなっちゃう。もう僕は捕まらないぞ。みんなもグッドボタンで応援して。そうだ、ちゃんと今まで注意されたことを思い出そう。大声は出さない、走らない、席で物を広げない。コマンタレブー駅です。コマンタレブー駅、いつの間にか着いた。えらい、君は最後まで乗れましたね。僕はただ静かに乗ってただけ。そう、電車の中ではちゃんと静かにマナーを守って乗るのが大切なんだ。私たちも知らない間にマナーをいっぱい破っていたのね。僕たちも。うわ、やりすぎたかもな。本当にごめんなさい。ちゃんと反省してくれたようだね。え、解放してくれるの？ありがとう。これでみんな遠足に行ける。これから乗るときもマナーをしっかり守るんだよ。もちろんです。ちょっとお腹空いたからバナナ休憩しようっと。で、食べちゃってるんだった。そうだ、そんなことが。かわいい。コマンタレブー、くもりんです。さ、今日の学校も終わったことだし、早く帰って大量のおやつのバナナを食べるんだ。私はカップケーキ。私はドーナツを食べるわ。俺様はホットケーキを食べるぜ。おさしー。わー、ノイズ早。僕も負けないぞ。なんか楽しくなってきちゃった。そうだ、白線飛ばしゲーム
しない？白線しか歩けないやつだね。王様が一番だ。負けないよ。この君たち、ダメ！わあ、なんだ？僕は三三警察。登下校ルールを守れない子は逮捕逮捕逮捕！白線ゲームって逮捕されるのかよ！いや、白線ゲームのことじゃありません。君たちは下ばかり見て信号が変わってることに気づかなかったね。赤になってたんだ。信号のルールはわかるかな？へへん、それくらいわかるぜ。青はすすめ、赤は止まって、黄色のバナナ、バナナは今関係ありません。青になってすぐ渡るんじゃなくて、渡る前に右見て左見て、もう一度右を見て確認して進むんだよ。車から見てもよく見えるように手を上げて進むといいよ。下を見てると車が来た時に気づけないからね。気をつけなきゃ。1回目は厳重注意で許してあげるけど、2回目はダメ。2回目だとどうなるんだ？すぐ逮捕。そして暗い怖い牢屋に閉じ込めちゃうからね。僕たちの帰りを待つおやつちゃんたちがいるのに。捕まんないように気をつけて帰んなきゃ。赤は止まれ。お、青になった。青は進めだな。渡る前に右見て左見て、もう一回右、手を上げて。あ、もう大丈夫。さあ帰ろう。スナモスナモ、南砂町スナモ店が新オープン。ラフキッズ。そういえばこないだ身長測定あったわよね。僕すっごく身長伸びてたよ。え、そうなの？でも私も伸びてたわよ。いや、僕の方が伸びた。私の方が伸びてたわ。僕はバナナ2個分。それどれぐらいなのさ。僕の方が伸びてる。私よ。君たち、ダメ。逮捕逮捕逮捕。身長どれくらい伸びたか話すのがダメなの？うんうん、そうじゃないよ。動画の前のみんなは分かったかな？そう、縁石に登って歩くと転んだ時に事故に遭ってしまうかもしれない。だからダメ。この縁石がない時でも白線の外側を歩くんだよ。内側は車の通る場所だからね。もしどうしても道路に行かなきゃいけない時は、周りの大人に助けてもらったり、手を挙げて車が止まってくれてから行こう。はい、今みんな一回ずつ注意されてるわね。早く帰っておやつ食べたい。僕も。僕、帰ったら一番最初にバナナ食べるって決めてた。もう何でもいいから食べて。ねえ、見て、羊。わあ、すっごく綺麗。これだ。この花の蜜、吸ってやるぜ。これ持ち帰っておやつと一緒に飾ろうよ。いいわね、ティーパーティーね。うんうん、いけるな。たくさん飾ろう。あれ、お花って食べて平気なの？というか、このお花ってそもそも誰のだ？これってもしかして。ダメ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 。町の木や花は折ったり取ったりしてはいけません。あと、むやみにお花の蜜の吸うのもダメ。吸
羊には毒があるのも生えてるんだ。僕たち注意されるのこれで2回目。わー、登下校ルールを守れない子は逮捕逮捕逮捕。出してよ。家でお菓子が待ってるんだ。出せ。そこで反省しなさい。おやつも食べられません。気のせいじゃない？本当だって。全然降ってない。
そこの車止まりなさーい。マナー違反はダメ。窓を開けてたから。窓は開けて大丈夫。でも手や体は出しちゃダメ。落ちて事故になっちゃうこともあるんだ。手ぐらいはいいでしょ。それも怪我のもと。ダメ。君たち逮捕逮捕逮捕。遊園地で遊びたいのに。ブリルとミーミーが捕まっちゃった。僕みんなと遊園地に行きたかったのに。まっ、王子様はそんなミスしないけどな。そうだ。お、休憩に駐車場に泊まるのか。うわ、数量限定特大パフェが売ってるだった。休憩の時にお手洗いに行っておかないとね。行ってきます。よっしゃ行くぜ。うん、マナー違反は逮捕。パフェを食べちゃダメなのかよ。私はトイレに行きたかったのよ。トイレもパフェもオッケー。でも急に車から出るのはダメ。周りの車もびっくりしちゃうよ。あとドアを突然閉めるのもダメ。突然扉を閉めたら中の人が怪我をすることもあるよ。車から降りるときは周りを確認してから降りたり、大人が迎えに来てくれてから降りよう。君たちは逮捕。遊園地には行けません。なんだと。悲しいわ。そうだ。あ、天気良くなってきた。虹だ。窓は開けてもいいけど手は出さないんだね。うわー、遊園地だ。早くジェットコースター乗りたいな。あ、到着しても大人の迎えを待ってから降りる。そうだ。ありがとう、ソーダおじさん。うわ、雲に着いたみたい。私たちもちゃんと守れば一緒に行けたのに。次はちゃんと守りましょう。おや、反省してくれたみたいだね。解放してくれるの？これからもルールを守ってドライブする約束ができるならね。へいへい。あ、みんな、やった。これでみんなで遊園地に行けるね。バナナジェットコースターに乗りに行こう。そうだ。そんなも